死柄木具ー跡。死柄木の宮跡は、滋賀県甲賀市死柄木町にある古代遺跡群。国の史跡に指定されている。奈良時代に、聖武天皇が営んだ、死柄宮、具、死柄木具、甲賀宮の関連遺跡群である。滋賀県南部、大戸川上流部において、周囲を山で囲まれた、小盆地である死柄木、死柄木の地に位置する。現在、 国の史跡としては次の五地区から構成される。しがらきの地では、奈良時代の天平十四の十七年、742から745年に、聖武天皇のしがらき宮、しがらき宮、甲賀宮が営まれたことや、それと、並行して総国文寺として高賀寺、高賀寺の造営が計画されたことが知ら、それらに関連する遺跡群とされる。しがらきの中心施設、 競技のしがらき旧石はかつてダイリア地区に否定されていたが、現在では宮町地区に否定する説が確実視される。そしてその中心施設の周辺でも多くの遺構、遺物が検出されており、しがらき群の様相解明と同時に、文献上で想定されるような仮説の理球ではなく、考古資料としては本格的な宮と判明した点でも容詞される遺跡群になる。 遺跡域では1926年、大正15年に大理屋地区が、しがらき旧跡の名称で、国の史跡に指定され、その後に、数字の追加指定が実施されている。宮町地区、宮町地区、宮町遺跡の一部は、甲賀市しがらき町宮町にある遺跡。盆地北半の平坦地に位置する。遺構は、宮殿跡を、おとし、2000年。 平成12年の調査で大型建物跡が検出されている。主要建物として、中心北方に、中心建物、正殿、東西左右に、脇殿が小技型に配置されるほか、後輩の正殿北方に、大型建物2棟、代理建物か、国具跡に、類例が認められる。その他にも多くの建物遺構が検出されており、死柄木具の中心施設とする説が、 確実視される遺跡になる。一石遺跡からは、多数の木管、木書土器が検出しているほか、万葉集と同じ歌を記した歌木管の出土が注目される。遺跡遺跡は2005年、平成17年に、国の史跡に追加指定されている。現在、遺構は地下保存される。大理屋地区、大理の地区、大理屋遺跡、大理屋廃寺跡とは、甲賀市しがらき町。 木の瀬、僕にある遺跡、盆地南藩の丘陵上に位置する。一行はかつては、宮殿跡とされたが、現在は、寺院跡とされる。主要仮覧として、中門、近道、坑道、僧房が、南から一直線に配され、その東側に、当院が配される、東大寺式仮覧配置である。その他にも、敬老、主老、小志望、 食堂などの多くの遺構が認められている。文献上では、がらき宮と並行して総国分寺として造営が計画された、甲賀寺、甲賀寺の存在が知られ、その甲賀寺と、または甲賀寺を転用した大見国分寺跡とする説が挙げられている。遺跡域は1926年、大正15年に、がらき旧跡の名称で、国の史跡に指定されている。 現在持ち表面では、ほとんどの素石を露出して依存する。新宮神社地区、新宮神社地区、新宮神社遺跡の一部は、甲賀市島原町規制にある遺跡、宮町地区と大理屋地区の中間に位置する。遺構は、道路跡を、尾本とし、2000年、平成12年の調査で検出されている。道路は幅12メートル、幅18メートルの2本が認められており、 速攻を有する。大理屋地区の寺院中軸線上に重なり、同様の遺構は、大理屋丘陵上の東山遺跡でも検出されている。ほか、新名新高速道路の北側では、道路跡と見られる霧通し場の地形が認められる。また川幅約五メートルにかけられた橋の橋脚が検出されており、橋脚材の日の木丸太は、年輪年代法により七百四十四年のサイト、 認められる。これらより、宮町地区と大リア地区を結ぶ、須田黒と推定される遺跡になる。なお、道路東側では、菅型建物と見られる掘った手柱建物と共に、土器、天洋硯、牧所土器が出土している保、川からは、天平16年、744年の二札木菅の出土も認められている。遺跡遺跡は2010年、平成22年に、 国の史跡に追加指定され、2015年、平成27年に一部が追加指定されている。現在、遺構は地下保存される。丹野屋敷地区、家事、屋敷地区、丹野、屋敷遺跡の一部は、甲賀市しが原き町規制にある遺跡。大里屋地区と新宮神社地区の間に位置する。遺構は大規模な鋳造所跡を、おもとし、2001から2002年。 平成13から14年の調査で検出されている。鋳造工房は3段階で整備され、まず、大型掘立柱建物が建てられ、次に、中型銅製品の鋳造施設、送風施設、溶解炉、以降が、最後に、大座銅製品、盆床の鋳造施設が設けられている。特に盆床は大型で、直径約1.7メートルを測ったとされる。 大リア地区の北東方に位置することから、大リア地区の寺院本流と関連する遺跡になる。遺跡遺跡は2010年、平成22年に、国の史跡に追加指定されている。現在、遺構は地下保存される。北寄瀬地区、北木の瀬地区、北寄遺跡の一部は、甲賀市柴木町木にある遺跡。盆地西側に位置する。遺構は、大井戸跡を、おとし、 2001から2002年、平成13から14年の調査で検出されていい。井戸は、方形で、一辺1.8メートルを測る。大井屋の中央に位置しており、井戸枠は鉄釘で固定される。井戸枠の日の木材は、年輪年代法により743年の伐採と認められている。宮町地区の中心施設からは、 離れて位置するが、しがらき宮が広い範囲で整備されたことを示す遺跡になる。一石遺跡域は2010年、平成22年に、国の史跡に追加指定されている。史跡しがらき宮跡の周辺では、以上の他にも東山遺跡、東出遺跡、しがらき宮東遺跡、雲遺跡が分布する。そのうち東山遺跡では、2005年、平成17年に、 新宮神社地区の道路の延長線上で道路移行を検出されているほか、2017年、平成29年に大型建物跡が検出されている。所在地、交通アクセス、関連施設、周辺、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。